日ハムオリックス、そして阪神と3球団を渡り歩き、超人と怪しめるほどのポテンシャルを持つ糸井嘉男選手。野球人としては卓越した技術を持ち合わせた天才プレイヤーなのですが、言動はちぐはぐなところが目立ち、天然宇宙人と言われることも。今回はそんな糸井ではなく、糸井選手がどのような発言をして周囲をずっこけさせたのか紹介していこうと思います。色じゃない。2003年に日ハムへドラフト5位で入団しましたが、当初は野手ではなく投手としての契約でした。何しろ糸井選手は近畿大学でエースとして活躍し、4年生の時に参加した大学春季リーグでは2完投を含む5勝無敗と抜群の成績を収めています。そんな糸井選手ですが、コントロールに関してはあまり褒められたものではなかったようです。2軍の練習時、隣で投げていた岩本勉選手は糸井選手が投げていた球を見て、お前濃厚やなと言いました。超人といえども弱点はあったようです。コントロールの悪さを指摘された糸井選手はそれに対し真面目にこう答えました。いえ、黒ですけど。そう言いながら糸井選手は自身のアンダーシャツを見せたのです。濃紺と濃紺、指摘したのは色じゃないのは皆さんお分かりですよね。これを大真面目に聞いた岩本選手は一体どんな反応をしたのか気になります。オールスターで敵軍に。2009年にオールスターゲームに監督推薦で出場した糸井選手は、その頃にはすでに野手へ転向していました。初めての出場ということで、記者に話してみたいセリフの選手はいますかと質問を投げかけられると、糸井選手はとても驚き、こう聞き返しました。え、自分はセリーグのベンチに入るんですか。心配しなくても、オリックスの選手のあなたはパリーグのベンチですよ。まさかの戦力外通告。糸井選手は2006年に野手へと転向しました。打撃について口で説明してもなかなか理解できず、2、3ヶ月かかったところを、バットを持って説明したら10球で理解するなど、完全な肉体派型の天才選手でした。糸井選手のバッティングセンスを見たコーチは大興奮。目標は世界中の投手を打つことだと、まるでメジャー行きを示唆するような言葉で最上級の賛美を送ります。しかしその言葉になぜか焦り始めた糸井選手。自分日ハムをクビになるんですかと言います。プロの世界でクビ、つまりそれは戦力外通告ということ。バッティングセンスを称賛された糸井選手がクビになることはなく、2012年まで日ハムでプレーすることになりました。世界で活躍したのに。2013年、糸井選手は WBC 日本代表侍ジャパンへ招集されました。その活躍は優に及ばず、全7試合に出場し、主に中軸として打率2割8分6厘、1本塁打、7打点、2盗塁、OPS1.024 を記録。日本のベスト4進出に貢献しました。その功績をねぎらい、オリックス森脇博監督は帰国した翌日の糸井選手に、明日はゆっくりしてもいいぞと練習の休養を指示します。しかし糸井選手は大焦り。出してもらえないんですか。僕が必要ないチームになったんですか。いや、世界でも通用する選手は必要のないチームはありません。合わせるのは。もう一つ WBC 後のエピソードをご紹介しましょう。 WBC から帰国した糸井選手は練習を休んでもいいと告げられた後、監督から時差ボケは大丈夫かと尋ねられます。 WBC 決勝リーグが行われた会場はアメリカカリフォルニア州。遠く離れた異国の地で活躍した糸井選手はこう答えました。そういうのは向こうが忘れるから大丈夫。日本との時差はだいたい17時間ほどあります。その時差を向こうが合わせるというのはどういう意味だったんでしょうか。試合時間を合わせるということなら、ナイターゲームだと仮定して試合開始から17時間前になるので、午前1時からプレイボールになります。そんな時間から試合をしていたら、それこそ選手が倒れてしまいます。まさか地球そのものが時差を合わせてくれるとか。キャプテンマークは軽い。2015年にキャプテンへ就任した糸井選手、1軍公式戦では5月20日に1000本安打、7月30日に通算100本塁打、9月2日に通算1000試合出場と節目の記録を次々と達成。推定年俸もこの時点で2億8000万までアップ。
まさにプロ野球のスター選手街道をひた走る存在へとなっていきます。そんなシーズンが始まる前のことでした。公開後、記者会見で糸井選手へ記者からの質問で、来季からキャプテンですが、その重みはいかがですか？質問に対し糸井選手の回答が、いや、結構軽い素材なんで。確かに布が素材のキャプテンマークは軽いと思いますが、質問の意図は間違いなくそこではないと思います。ですがその後こんなセリフも残していました。この広い背中で引っ張ります。天然な発言が目立つ糸井選手ですが、責任感の強さは昇級ですね。お父さんは年末に放送される番組、トンネルズのスポーツ王は誰だという番組をご存知の方は多いと思います。その企画の中のリアル野球版に2013年侍ジャパン代表として糸井選手は参加しました。番組の中で杉谷拳士選手などを含めいじられる光景を見たことがある方もいるでしょう。糸井選手もからかわれていて、トンネルズの石橋貴明さんは父親は誰だというような質問をしたのですが、その答えはこうでした。お父さんはいます。そういう意味で聞いたわけではないと思いますが、さすが返しが斜め上を行きますね。なお、お父さんは元トライアスロンの選手です。糸井選手の肉体は親譲りのようです。最後まで諦めない。順位は？日ハム時代の話ですが、糸井選手は2度のリーグ制覇を経験しました。何度もお立ち台に上がり、ファンへ感謝の言葉やその日の成績を口にしては笑いを届けています。とある日の試合後、勝利インタビューに臨んだ際にこう言いました。最後まで諦めずに残り試合戦ってきます。諦めない姿勢、見事だと思います。その目標に向けて努力する姿勢もかっこいいと思います。しかし、どちらかといえば2位以下の選手が優勝を目指して表明する時のセリフですよね。この時の日ハムの順位は1位です。しかもこの時点で優勝マジック6が点灯している状態です。もうほとんど優勝が決まっている状態で諦めないというのはミスマスですね。ここから伝説が始まった。糸井選手がプロ野球選手になったのは2004年のことでした。近畿大学のエースとして大学春季リーグでは2度の完封勝利を含む5連勝の大活躍、リーグ MVP、 最優秀投手、ベストナインの3冠にも輝きます。リーグの好投手としてプロの世界に足を踏み入れた選手をマスコミが放っておくわけがありませんでした。日ハム球団との会食後、糸井選手にアプローチをかけ、いかがでしたかと質問しました。その時の答えが、エビフライ美味しかったです。何を食べたかを聞きたいわけではなかったと思いますが、その答えに思わずマスコミの方も笑ってしまったでしょうね。いかがでしたか？糸井選手は超人的な肉体と卓越したセンスで今でも第一線で活躍をしています。しかし、ワード選びが面白く天然なエピソードがたくさんあります。まだまだ糸井選手の面白いエピソードはたくさんありますが、皆さんも糸井選手の面白い天然エピソードを知っていましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。